人とは違う腕差をつけろ、コンビニの雑誌コーナー、表紙にふとして書いてあった、自分らしさってなんだ、子供の頃は気にもせず、気に入らなければ怒って、好きなものは好きだと言って、僕らは変わってく、守りたいものが変わってゆく、理解されない宝物から理解されるための建前、大人になるほど後悔する生き物になる、でもねそれでもね逃げるものがあるんだよ、だから僕は僕らしく、そして君は君らしくって初めから探すようなものではないんだと思うんだ、僕は君じゃないし君も僕じゃないから、すれ違う手をつなぐ、そこには愛だって生まれる、そういうもんさ、自分らしさってなんだろう、変えられない大切が正しい。